資源エネルギー庁によりますと1日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は前の週より1.4円値上がりし1リットルあたり168.7円となりました9週連続の値上がりで2014年8月以来7年3か月ぶりの高値水準です産油国が原油の生産を抑えていることが影響しています 一方でアメリカで原油の在庫状況に改善が見られることから、来週は値下がりする可能性もあるということです。opec 石油輸出国機構とロシアなどの産油国による4日の協議の動向も注目されます。